今回は、2023年フォートナイトで起きる出来事、予想、考察、ということで2023年フォートナで起きることを予想したので皆さんと一緒に見ていきましょう。何個予想が的中するかな？それではオープニングどうぞ。僕の名前エキスパイリーダーチャンネル登録してください。一番最初は、サービス終了。っていうのは冗談なんですけど、チャプター4終了。まだチャプター4シーズン1ですよ。チャプター3が約1年で終了したので、チャプター4も今年中にギリ終わるのではないでしょうか？そう考えれば確かに。でもチャプター3は不評だったのですぐ終わった説もあるのでわからないですね。そうだね。はい、次は、ポンプショットガン復活。するも誰も使わない。ポンプくん保管庫の中で弱体化されちゃったからね。ぶっ壊れのショットガンが登場しポンプも復活するが誰もポンプを使わない。巷では今のポンプよりプライムショットガンの方が強い説も流れてますからね。過去の栄光とかスポンプショットガン。次は、フォートナイト映画化決定。ドウェイン・ジョンソンを巨大スクリーンで見れる？ブラックアダムでドウェイン・ジョンソン巨大スクリーンで見れますよ。で、映画化が発表され2024年春公開になっていたが、延期し2024年冬頃公開になると予想します。エピックさん延期しがちだからね。クリエ 2.0 はいつになったら追加されるのでしょうか？チャプターもできそう。次は、パーティーロワイヤル削除。パーティーロワイヤルへようこそ。皆さんパーティーロワイヤルで遊んでますか？僕は遊んでいません。昔はパーティーロワイヤルで米津さんのライブとか見れたけど、今はライブ専用のマップができますからね。ということで今からパーティーロワイヤルに潜入しようと思います。何々、パーティーは始まったばかり、近日のアップデートをお楽しみに。これ嘘つかれてませんか？きっととんでもなく面白くなるアップデートが来るんでしょう。もうパーティーロワイヤル追加されてから2年以上経過してますけどね。てな話をしていたらロードが終わりました。さあどんな人たちがパーティーロワイヤルで遊んでいるのでしょうか？今のところドラゴンボールスキンしかいませんね。ワッコンシーズンのレベルめっちゃ上げてる人いるじゃん。すごい。それにしても悟空多いね。あ、チャプター1シーズン後のバトルパススキンのドリフトがいるじゃん。昔からやってる人もパーティーロワイヤルやるんだ。まあこのドリフトが本当に昔からやっているのかは闇の中ですけど。カイアカってこと？別のパーティーロワイヤルに来ました。なんかとんでもないことになっていませんか？オメガ2人にアイコニック。そして負け犬を踊りながらバックアクセサリーがギャラクシーですね。古参プラス限定スキンって、パーティーロワイヤルってマウンティング会場だったの？ヒロアカのスキンたちで集まってますね。スクショでも撮ってるのかな？でもお茶子ちゃんがいないので僕がお茶子になって手伝ってあげよ。ほい、ヒロアカのスキン全員集合したよ。スクショタイムですね。おっ、場所変えるのかな？これどこ向かってるの？あゆかな？オールマイトが自由に動きまくってるのを他の人たちが頑張ってついていってる状況がずっと続いてるんだけど。なんかの訓練かな？あっ、これ裂け目で飛んだからこのミッションやるのかと思ったけどやらないのね。もうかれこれ5分ぐらい走り回ってるんだけど。時給走減。走り回って10分が経過しました。もう夜になってますね。それにしても他の人たちもちゃんとオールマイトについていってるのすごいなと思いました。何を思ってついていってるんだろう？島の外周を一周して元の場所に戻ってきました。そしてこのオールマイト適当に走り回ってるだけじゃなくて、他の人たちを置いていかないようにちゃんと待つ行為をするんですよね。さすがオールマイト先生。やっと落ち着きましたね。島の外周を完走した感想なんですが、この人たちはスクショを撮るのが目的じゃなくて、もしかしたらヒロアカごっこをしていたのかもしれません。そうなのかもね。ですがこれだけ走った弊害として、デクが釣り竿で暴走し始めました。反抗期しちゃったね。なので次週からの僕のヒーローアカデミアは主人公を孫悟空に変更しお送りいたします。話がそれまくってたので2023年フォトナで起きること予想に戻ります。この動画パーティーロワイヤル実況じゃないの？違います。はい、次はワンピースコラボ。これは来てほしい。ナルト、ドラゴンボール、ヒロアカが来ているのでワンピースコラボが来てもおかしくないです。でも私の予想はワンピースじゃなくてブリーチコラボが来ると思います。ブリーチコラボならミシック武器は月が転生かな。ワンピースコラボならミシック武器は特製マギー玉かな。派手に来ないと思います。皆さんは何のコラボが来ると思いますか？もしよかったらコメントして言ってください。次は、クリエイティブの大会。前回のミスタービースト大会みたいなのですか？そうです。
ミスタービースト大会がかなり盛り上がったので、それに味を占めたい。クックさんはまた変わったルールで大会を開催されると思います。次はどんなルールで大会が開催されるんだろう。鬼ごっこと予想し、1位の人は限定エモート、西村博之全力ダッシュがもらえると予想します。これは欲しい。次は、ヒカキンさんスキン登場。ヒカキンさんがスキンとして登場。びっくりマークエクスクラメーションマーク。まだ登場していないのですが、とはいえ今年中にヒカキンさんスキン、または日本のアーティストさんのスキンがフォートナイトに登場すると予想します。やっぱり、マスオ TV さんがスキンになりますか？絶対にありません。次は予想ではなくフォートナイトに来ると言われているものを紹介していきます。最初はグリエ 2.0。 2022年の間に登場すると言われていましたが来ませんでしたね。ところでグリエ 2.0 って何なの？今あるクリエイティブの進化系みたいな感じで、自分で作った 3D モデルを読み込むことができるみたいです。うんこ作ってて草、お前草。次はハイラルの盾追加。あ、間違えました。守護者の盾追加。反感を買いそうなミスしないでください。これはトレーラー動画に映っていたアイテムなので、今シーズン中に追加されますね。性能はこんな感じで、巨大シールドを展開しながら移動できたり、シールドを投げてその場所に巨大シールドを展開することができるみたいです。シューティングゲームにありがちな性能ですね。ここからまた予想に戻るのですが、次紹介する出来事は 99% 起きることだと思います。なんだろう？次は、フォートナイトスイッチでのサービス終了のデマ情報が流れる。定期的に流れるデマ情報。急にサービス終了するわけがないので、皆さんはそういうデマ情報に騙されないようにしましょう。悪意を持ってデマ情報を流す人は情報開示請求を行い、個人を特定しましょう。そうしましょう。ということで次が最後です。最後は、大物フォトナ実況者フォトナの動画を投稿しなくなる。頑張れフォートナイト。僕の予想ではハローアッツアップガイズさんや高評価さんがフォトナの動画を投稿しなくなると予想します。もしそうなったらフォトナ実況者が競技勢や元競技勢たちしか残らなくなってしまいますね。いや、まだ彼がいますよ。トモヤ YT さんが、多くの実況者がフォトナからマイクラに行く中、フォートナイト一本で今日まで動画を投稿し続けてるフォトナレジェンド YouTuber さん、フォートナイトのご意見番でもアイコンがマイクラということで、2023年フォトナで起きる出来事予想でした。いくつ予想的中してるかな。あと指示ですが、2023年初の動画ということで今年の目標を言います。急ですね。この動画投稿日の登録者数がだいたい3万人なので、2倍して登録者数6万人、いや3倍して登録者数9万人、そして地声チャンネルまたは新しく作るかもしれないチャンネルの登録者数を合わせて合計登録者数10万人を目指します。実質10万人ってやつですね。そういうことなので、チャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート SERI をよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。